継がれてきた執事と、今宵は聴覚を高めることで真の執事力を磨き、主が何を求めているか心音で察知する術を伝えよう。さすがレジェンド、説得力が違う。これが真の執事力というものか。風神のごとき速度で。お帰りなさいませ、カリンお嬢様。神月家当主に代々伝わる奥義、神月流疾空術をいともたやすく。鑑定の方はいかがでしたか。少々退屈でしたわ。バーディーの姿が見えないようですね。目に吹っ飛ばされたんだよ。食後の運動を始めますわよ。ん、まだ食ってねえぞ。心配には及びません。夕下は首相といただきましたよ。てめえの飯のことじゃねえ。それでは肩慣らしにもなりませんわ。柴崎は引き腕を封印し戦う老人がインドで目撃されたとの情報があります。約100年前、先々代神月家当主と三月にわたり死闘を繰り広げた戦術の使い手である可能性が高いかと。仙人との手合わせですか。血が騒ぎますわね。出発の準備を。はっ。さあ、インドに参りますわよ。今からかよ。先日は炎を吹き出す術を授けたが、こたびは異なる場所に精神と肉体を転移させる術を教えよう。この辺りですか。あら、ごきげんよう。そなたたち、なぜここに。柴崎。はこの付近に戦術の使い手が現れたと聞きました。ご存知ありませんか。こいつじゃねえのか。浮いてるだろ。私ではない。戦術と妖がどちらも断りに至る力ではあるが、その本質は似て非なるも、あの方との開口で私はそう感じた。いつお会いに。数日前に。今は気配を感じられぬ。すでにこの地を絶たれたようだ。今から追跡を。強者と強者はおのずと惹かれ合い、ぶつかるもの。残念ですが、まだその時ではないということでしょう。それに。千人にも劣らぬ強者がいらっしゃるのに、戦わずして背を向けるわけにはいきません。待て、私は今。はい、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 
いつまでやってんだよ。あれは確固たる闘志の波動により鬼神にすら己の意志を押し通す奥義、神月流横神破りの型。あの若さで得されているとは、さすがカリンお嬢様。大丈夫かお前。接触では丁重にお招き。ヨーガの神髄さらに極まっているようですわね。そなたも見事であった。その曇りなき剣で進み続けるがよい。私はこれからこの地の警察官に転移の術を教えねばならない。ここまでとしよう。教えられるのかそれ。それではまた。カリンお嬢様、仙人と手合わせできなかったことは心残りですが、私たちもひとまず。見よこの筋肉を。あの方にも手合わせをお願いしましょう。うん、お前たちはご無沙汰しております。ほう、まだ残っていたか。ふっ、うわ、あれは波動をゆく王者の風格で三千里離れた相手すら圧倒する。神月家が命を懸けて追い求めた悲願の方、覇者の腕組み。筋肉の律動のみで相手を圧倒するか。俺も負けてはおれん。マッシャル。妙な試合だったぞ。ええ、まさに血湧き肉を踊る戦いでしたわ。赤きサイクロンの名にふさわしい剛腕と磨き抜かれた技のキレ。データを改めなくては。カリンお嬢様。わかっています。それではいずれまた。うん、柴崎、この後の予定は。は、忍びの里との交渉の後、ニューヨークで開催する格闘大会参加者の選定と格闘パーティー招待リストの確認。明朝には神月スペースコロニー計画について各国関係者との打ち合わせを予定しております。里には少し遅れると伝えております。その人倒れてるけど。あなたに会えて嬉しく思います。相変わらずだな。でも望むところだよ。行きますわよ。行くよ。